ジョニー・イングリッシュ・キアスめの報酬は2011年に公開されたスパイコメディ映画。ジョニー・イングリッシュの続編。パスカル・ソバージュの陰謀を阻止し、一躍エースエージェントの仲間入りを果たしたジョニー・イングリッシュだったが、モザンビークのシャンバール大統領の警護任務をしくじり、テレビの生中継の場で暗殺されるという失態を犯し、ナイトの称号を剥奪され、ミナナも解雇されてしまう。失意のイングリッシュは、精神と肉体を鍛え直すため、チベットの僧院に引きこもり修行の日々を送ることにした。それから5年後、イングリッシュの元にミナナからの復帰許可が届いた。喜んでイギリスに戻るイングリッシュだったが、5年の間にミナナは、東芝に買収されてしまい、部長のペガサスもパメラ・ソーントンという女性に交代していた。パメラはイングリッシュに、英中首脳会談に出席する中国のジャンピン首相、暗殺計画を阻止するように命令し、イングリッシュは新しい助手のタッカーと共に、情報提供者のフィッシャー元 CIA エージェントに会うため香港に向かう。イングリッシュはフィッシャーから、暗殺を計画しているのは、ボルテックスという暗殺集団であることを告げられ、モザンビークの一件も、ボルテックスの仕業だと聞かされる。しかし、フィッシャーは、総仕屋に扮した、ボルテックスメンバーの老婆に射殺され、暗殺に必要な鍵もメンバーの男に盗まれてしまう。イングリッシュは追跡の末に男を捕まえ鍵を取り戻し、意気揚々とイギリスに戻りパメラに鍵を渡そうとするが、途中の飛行機の中で再び鍵を盗まれてしまう。ショックを受けるイングリッシュのもとに、ボルテックスの老婆が現れ彼を殺そうとする。老婆を追いかけるイングリッシュは、間違えて、パメラの祖母を袋叩きにしてしまい叱責されてしまう。意気消沈するイングリッシュだったが、ミナナの心理学者、ケイトの協力を得て、ボルテックスのメンバーが、ミナナと KGB の二重スパイだったカルレンコである、ことを突き止める。名誉挽回のため急いでカルレンコの元を訪れるイングリッシュだったが、またもや老婆にカルレンコを射殺されてしまう。死ぬ直前、カルレンコはボルテックスの最後のメンバーはミナナにいると伝え、二つ目の鍵をイングリッシュに渡す。イングリッシュは裏切り者を探すため、ミナナのトップエージェントで友人のサイモンに心当たりはないかと相談する。タッカーはサイモンがボルテックスのメンバーだと確信し、捕まえようとするが、イングリッシュはそんなわけがないと叱責し、サイモンに鍵を渡し退散する。タッカーの想像通り、ボルテックスのメンバーだったサイモンは、イングリッシュが裏切り者だとミナナに虚偽報告し、イングリッシュはミナナに追われることになる。真相を知ったイングリッシュは暗殺計画を阻止するため、タッカーと共に、首脳会談が行われるスイスの山荘に向かう。イングリッシュとタッカーは山荘でサイモンの正体を暴き暗殺を阻止するが、サイモンは山荘から逃走する。サイモンを追いかけるイングリッシュは奮闘の末、サイモンを殺害する。暗殺計画を阻止した功績を称えられたイングリッシュはナイトに復位することになった。バッキンガム宮殿の叙任式に参加するイングリッシュだったが、そこに女王に扮した老婆が現れ襲いかかってくる。追いかけて老婆を捕まえたイングリッシュはパメラや首相の前に老婆を引きずり出すが、反対のドアから老婆を捕まえた衛兵たちが現れる。間違えて女王を捕まえてしまったイングリッシュはパメラたちを前に驚愕の表情を浮かべていた。パーカー監督と主要キャスト、括弧内は日本語吹き替え他にも、ローアンの実娘であるリリー・アトキンソンが中盤の車椅子での逃走シーンでイングリッシュにヘルメットを盗まれる女性役で出演している。本作の撮影を伝える掲示板2007年3月28日、ローアン・アトキンソンがミスター・ビーン・カンヌで大迷惑のインタビューでジョニー・イングリッシュシリーズ第2作への出演の可能性について言及した。2010年4月8日にユニバーサルピクチャーズが正式に続編の制作を発表した。同年6月にダニエル・カルーヤの起用が発表され、前作に出演したベン・ミラーは出演予定がないことを述べた。ミラーは後に前作と同じボフ役で出演したが、前作のファンを喜ばせるだけになってしまうという理由で、最終的に出演シーンはカットされている。7月10日にデッドライン.comは、ジリアン・アンダーソンがミナナのエージェント役として出演することを報じている。2010年9月11日から主要撮影が始まり、ロンドン、ブロケットホール、ハンプシャー、マカオ、香港などで撮影された。9月25日には、ザマルでカーチェイスのシーンが撮影され、その他の車道でも撮影が行われている。本作で主人公イングリッシュが使用するロールスロイスファントムクーペはエンジンに実験的に9リットルの V16 エンジンを搭載している。このエンジンは試験中に搭載されていたもので、生産モデルには搭載されていない。アトキンソンは製作にあたり自動車会社にファントムクーペを1台提供してほしいと要請していた。撮影に使用されたロールスロイスロッテントマトズでは87件のレビューが寄せられ、平均評価 4.8、10点、支持率 38% となっており、ほとんど忘れ去られていた前作から、わずかに改善が見られるが、この映画は、ローワン・アトキンソンのコメディアンとしての才能を無駄にしていると、批評している。メタクレティックでは20人の批評家によって46、100点のスコアが付けられ、シンネマスコーでは B 評価となっている。AT The Movies のマーガレット・ポメランツは3、5点、デイビッド・ストラットンは2、5点の評価をしている。ザ・タイムズ・オブ・インディアのニハット・カズミは、アトキンソンのコメディの演技を絶賛し、4、5点の評価をしている。ありがとうございます。